おはようございます。本日は10月3日円覚寺の解散期であります。解散仏光国師のご命日の法要です。円覚寺の諸行事の中でも最も大切な行事であります。午前10時から舎利殿で読経が始まります。小1時間ほどお経をあげて、舎利殿のある装束院から行列を組んで仏殿まで参ります。さらに仏殿で読経をします。お供えをするのが儀式の中心であります。道士を務める私がまずお香を献じて参拝します。そして解散様にお昼のご飯と菜を献じて参拝します。それからお茶を献じて参拝するのです。合計9杯礼拝しながらお供えをしていきます。それからこの時には御持者といって、館長に持者が5人もつきます。全学大辞典には次のように解説されています。1小工持者、三門の行礼において十字の小工を補佐する役。2諸上持者、十字の往復の書簡を司る役。3焼却寺社、十字の賓客の応接をする役。4絵発寺社、十字の絵発仕具を司る役。5投薬寺社、十字の飲食投薬を司る役。現今の臨済宗では自公、自情、自覚、自衛、自役と呼ぶと書かれています。例えば私がお茶を献じるときには、お茶をお香に訓じてそれぞれ5人の寺社が受け渡しながら解散様にお供えするのです。自衛が受け取って、最後に自公が解散様にお供えするのです。仏光国師がお亡くなりになる時の様子を、朝比奈宗源老師がしっかりやれよの中で次のように語っておられます。少々長いのですが引用します。この円覚寺の解散さんも、若い時から病身の方ですが、晩年病にお苦しみになった時、わしは日本に来て8年間苦しんだ、もうすぐ楽になるという意味のことを亡くなる直前におっしゃっております。禅宗のお坊さんであれだけ偉い人でも、人生というのは苦しいところだから死は楽しいところと、こういうふうにお考えになったようであります。お寺では毎月1日に謝礼と言ってみんなでお茶を飲む儀式があるが、解散さんはいつもの通りそれに出られ、2日公安9年9月3日の晩にお亡くなりになられましたから、亡くなる前日にはみんなを集めて自分の出家した時のことや日本へ来た時のことなどを話された。そうしてその晩、今であるいは雪あるいは雑すというんですから、歩いたり座ったりして中国風にベッドのようなものを作ってあげたのかもしれませんが、死を営じたりして夜通しお休みにならなかった。みんなにはどういうお気持ちかわからなかった。3日のお昼前になって放射の死を作って一堂に示された。一切の行は無常、ご恩は空にして無双、生者皆空あり、が画所あることなし。一切の行は無常なり、生者は皆空あり、ご恩、我々の意志や感情などの全部空にしてそうなし、実際はない、が画所あることなし、我もなければ我の所有ということもない、一切が空だという分かりやすい芸をお示しくださった。そしてさっき言いましたように、今夜皆意志さらん、もうじき楽になるだろうと、まるで死ぬことを楽しみのように物語をしておられるうちに、壁の向こうで読経の声がした。あの声は何だ、あなたの延命を祈っているお経ですと言ったら、わしはこの世に住むべき縁は尽きた、今夜は必ず行くと、こうおっしゃったが、その通りであったということです、と書かれています。または最後に示された儀についても朝比奈老師は解説してくださっています。
もう一つ、お隠れになる日の午後の下に、諸仏凡夫ともにこれ幻、もし実相を求むれば眼中の愛、老僧がしゃり天地を包む、空山に向かって霊界を暴くことなかれと。諸仏凡夫同じくこれ幻、仏も凡夫も同じように幻だ。もし実相を求めば眼中の愛、そこに永遠の何かこちんとしたものがあると考えたならば、目の中にゴミが入ったようなもんで迷いだぞ。老僧がしゃりは天地を包む。わしの骨は宇宙を包んでいる。空山に向かって霊界を暴くことなかれ、焼き場の冷えた灰をかき回してお骨を探したりしてくれるな、という詩があるんです。これは私がいつも申し上げていますところ、すなわち、仏心は宇宙を包んでいるということですよ。私どもの根本の仏心は生き同士であり、罪や汚れにどうのというようなものでなく、そして宇宙いっぱいなんです。ですから、海さんがこんなことを言ったって何も珍しいことじゃない。まあ海さんという方は亡くなる時はこんな風でした、というのであります。この義を示されたのが鳥の時というのですから夕刻であります。さらに意の初ですから9時頃に衣を変えて短座し筆を取って義を書かれました。それが来たるも前ならず、去るもまた尻へならず、百億毛頭獅子源氏百億毛頭獅子保有という義です。そして筆を置いて白然としてゆくと五六には書かれています。白然とは心が静かで欲のない様を言います。眼をとどむること三日、自由を生けるが如としてありますので、棺を三日とどめておいたようですが、その慈悲深いお姿はまるで生きておられるかのようであったというのです。朝比奈老師の説かれた、わしは日本に来て八年間苦しんだ、もうすぐ楽になるというのは、原文では、我この土に臨んで、熟八年、釈迦すらくは今夜皆意思さらんとなっています。今夜皆意思さらんという言葉は胸打つものがあります。皆は心よい叱りが、しこりが取れて気持ちよいさっぱりすることです。意は喜ぶ心が穏やかに和む心を和らげることです。仏心の世界に帰る心地よさを言うのはもちろんでしょうが、仏光国師は晩年に言葉も通じない異国に来て八年ご苦労されたことを、熟八年と表現されているように、その苦労から解放されるという安らかさもあるのかと察します。実に荘厳なる様子が伺われます。厳粛な最後であり、安らかな最後でもありました。お亡くなりになったのは9月3日なのですが、円覚寺では月遅れの10月3日に法要を営んでいます。それでは姿勢と呼吸とを整えて参ります。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめて、この大地に支えられていることを感じて足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちでお尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていってストンと下ろします。息を吸いながら肩をギューッと持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をギューッと持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、
吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ああ、ありがたいな、嬉しいな、とこの思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。